いろいろ考えながらね、さっきみたいにあっからセンターに行かなかったらそこに行くかもしれへん、自分に向かってくるかもしれへんな。その中でこの間通されてるから、これすごい難しいから、難しいからやらなあかんのがコースケってことやから、いかにね、コースケしあこまで行けんにやったらいいし、コースケしながら出ていかなか、いや、コースケしながら出ていくな、そのイメージだけど、消しながら出ていかな、出てみて、多分できる。それでどれ選ぶかな、消しながら、ナイスキーパー、コース消しながら出てって、消しながら、はい、OK、 足で行ったらファールなるよ、いやー、足をこう振り出してたら取れへんよな、コース消してたらいいけど、もっと出れるやろな、今のな。ナイス、もう一回。ナイス、手広げたら持ってよかったな。ストップ。シュートに対して構えすぎや。センタリングの気持ちや。こっからやったら、ニアに速いボール来たら、出方難しく出るときもある。こっからやったら、見て、まっすぐ出てるから、こう来てる。まっすぐ出てる。ナイスキーパー。コース、うん、テレトレにやったらテレトっていいで、フォワードもうちょっと工夫してかなと。 OK、 ストップ、もうちょっと前、もうちょっと前、真ん中よりはボールサイズ、ボールの方に行って真ん中に手広げて、ナイス、それでいいぞ、手広げて、はい、そんだけ詰めれたらそれでいいよな、手広げて、ナイス、ナイス、でどういってアルセナスさんみたいに決めて、ここでバンって取れるんやったらいいんですよ。だからでも自分も相手も買うときギリギリかなと思ったらいいよ。もう消しながらこのぐらいで距離取って、ここで何するか考えます。ここでワイドのドロップスピンか、これだったら3人無理だな。ここで例えばボールに対して向かっていったら、そんだけの幅を守る。ガーって詰めすぎるのもないんだけど、詰めながらこれだって考える。ちょっとやって慌てやんでいい、詰めながらどうするぞ、出すの遅かったってことやな、寄りすぎ、出すの早す遅すぎやな、手広げて、もう一回いこうか、ボールそんなに近づかんでいいやんな、確かな、ダメ、あー狭い、守ってる範囲が狭い、せっかく足も手も長いのに、手広げて、ナイス、いいぞ大輝、ナイス、なあかん、待ってたかん、もう一回て、出て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 、待ってたがん、この場合はもう待ってたがん、出て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 、ナイス、出たら守れるやんな、オッケーオッケー、そこまでやって、さあ出たら守れる、向けて、今のもスタンディングじゃなくて、あおい、もう体倒しちゃった、もう一個前ぐらい、はいよ、まあ、もうな、今のもうこうやっていったらもう当たってる、ああ手広げてほしいな、こうやってるから、まあもうスタンディングじゃ難しいよな、これやつ怖いけどな、最初起きたら守れるし、これで強い、起きたらここもするし、ねえ怖いかな、みんなな、そらな、バランスボール怖かったからな、それもな、そんな近づかなあかんかな、